アルゼンチン単語。アルゼンチン単語は、ラプラタ川流域近辺で演奏される単語の一伝統様式を指す言葉である。もともと単語は4分音符と8分音符で構成されるリズムパターンの一つであった。起源は1880年頃と言われているが、確実な証拠はない。これに、バルスやミロンが、カンドンベ、フォックストロットなどのパターンも取り込み、 ピアノバンドネオンバイオリンコントラバスの編成で、楽団が組織されるようになって、単語はパターンからジャンルへ進化したと考えられている。単語の編成に固定されたものは、全くなく、フルート、バイオリン、ギタロン、バンドネオンという編成をとっていたのもファンマグリオだが、当時の録音技術は劣悪で、フルートは、蚊がトンいるほどの音でしか取れなかった。このためフルートは、早い段階で除去され、 ギタロンではなく、ピアノにとって変わられた。また単語の速度も一定ではなく、ロベルト・フィルポ楽団は妙に早い吹き込みを行っている。この頃の楽団は消滅したものも多く、ほとんどデータの残っていないオルケスタ・ティピカ・テレフォンのようなケースも多い。吹奏楽の単語というツバ単語といったものさえあった。アントロハー・デル・タンゴ・ライア・プラテンス。 ボリューム1では1907年から1920年までには、ピアノロール、バレルオルガン、バイオリンとマンドリンとギター、など様々な編成が施行されていた。アロンソ・ミノットも採用しているテンポはかなり速いが、デュハード・ローラスは倍近く遅くなるなど楽団によってテンポの増減が相当大きい。この時期は、モダン単語で定番となった32分音符の バリアシオンはまだ現れていない。この時期、オデオン社は5大学団を構えていた。フィルポ、カナロ、カローロムート、フレセドの各学団は次々と SP 版に吹き込んでは片っ端から音源化を行っていった。その一方で、ビクター社はオデオン社では抱えることの難しい若手を次々とスカウトした。その典型例がオルケスタティピカ・ビクトルだが、 若手ばかりを囲っていたのではなく、フリオ・ポジェーロ楽団や、ファンギド楽団、マフィアイコール・ラウレンス・バンド・ネオン・リオなど、古典単語の名手もビクター79000番台に、録音を行い続けている。この時期の単語の録音の海賊版は2010年代になってもリリースが相次いでおり、未だに聴取者の層が薄くならない。クラシックピアノを、フェルッチョブ・ゾーニーに指示しながら廃業し、 単語に転身したアドルフォ・カラベギの耳がいい加減な録音を逃さず光っていたという説もある。32分音符のバリアシ音で単語の終始に向かう様式が確立されたのは1920年代末期と推定出ている。1930年代に入ると火星や大砲やテクスチュアといった点に1920年代の伝統を打破する兆しが見え隠れするようになる。 1920年までに活躍した楽団の際を聞き取ることはかなり難しいが20年代末期から30年代に入ると録音技術を利用したエフェクトが次々と入ってくるようになりどの楽団が演奏しているのかが明瞭になってくるこの変化が明瞭に現れているのがファンギグ楽団であるテンポの遅さを維持していた1920年代に 低迷していたのが、後の巨匠ファンダリエンソである。カルラスガルデルがウルグアイに生み落とされた死生児であったことから、ウルグアイとアルゼンチンの文化対立はすでにこの時から始まっており、ウルグアイ単語とアルゼンチン単語を区別するべきという強硬派まで生まれている。1920から30年代は、SP 蓄音機と音盤を入手できる一部の富裕層が日本第一次、 単語ブームを支えていたが、第二次世界大戦の勃発とともに、フランシスコ・ロムートのヌンカマスを死ぬ前に一回行け、聞かせてくれと頼んだ後に赤髪を受けた人物や、家が蓄音キもろとも爆撃で破壊された人物と、ともにそのブームは終わった。アルフレド・ゴビ、フリオ・デ・カロ、カルロス・ディ・サルリに代表される、モダン単語の時代が幕を開くことになる。伝統単語によって守られていたスピードは、 急激に上げられ、その限界に挑戦するファンダリエンススタイルが一世を風靡する。この時代を決定づけるものは、録音技術の向上を意識した音楽様式の変化である。音色が立体的に造形されていることをレコードが初めて捉えるようになり、極端なまでのレガートとスタッカート、リズムパターンの鋭い交代、楽器編成の拡張、カナロ、ジャズのテンションコードの導入、 楽器編成、または、音色の対比など、次々と新発明を施しては、単語のイディオムを広げていった。この時期は、競争が最も激しく、どこかの楽団に入っては、出るを繰り返すといったメンバーも相当数に上っており、ダリエンソに至っては、ダリエンソ以外全員脱退という事件も起こしている。ただし、このような楽団のメンバーの著しい変更こそが、 モダン単語の起爆剤になったことは否定できず、この頃裏方の編曲に回って腕を磨いたのがオラシオサルガンである。単語に電子機器を用いることを決断したのがフランシスコ・カナロであり、カナロがハモンド・オルガンを操っているジャケットや電子楽器を使ったと思われるテイクも存在する。1944年にはオルケスタ・ティピカ・ビクトルが活動を終了し、 古典単語の時代は終わったとまで称された。1950年代に入ると、かつてのスペイン来訪で知られた国、日本が戦時統制の風から抜け出し、自前の単語楽団を抱え、単語番組がラジオでかかり続けるという爆発的な流行を迎えた。演奏家の質も向上し、オルケスタティピカ、東京、坂本正和とオルケスタティピカポルティニアは人気を博し、 オルケスタティピカポルテニアは、現地民の要求に合わせたアレンジが高い人気を、国外でも誇った。彼らは、タンゴの衰退期に入った1960年代に、入っても活動を続け、あまりの出演方に悩んだ。坂本正和は日本へ帰国して、タンゴ低迷期には忘れ去られたが、早川誠平はそうなることを免れた。この時期に入るとアコーディオンは、完全に除去され、 バンドネオンにとって変わるようになった。トロイロイコールグレラ始終相談は単なる偶然から、できたバンドネオンソロ、ギタロン、ギター、コントラバスという編成だが、ギターの単語演奏の復活に大きく寄与した。もともと単語の終始に、ルールのようなものはなかったが、ダリー演奏は音を丸々カット、プグリエーセは終始の前拍の強調、デカロは、エクセルを加えた、そっけない打ち方、など、 各学団ごとに個性が見られるようになる。ディサルリが1960年に死去したことで、単語の黄金期は終わりを迎えた。1950年代の日本第二次、単語ブームも NHK のラジオ番組の打ち切りと共に終わった。プレスリーやビートルズをポルテニアッコが聞き出すようになると、単語の人気は激減する。この時期を単語低迷期と呼ぶが、トロイロやプグリエーセ、ポンティエルの 各楽団は録音点数をそれなりに残している。しかし、これらを過度期の単語と呼んで経営演するファンも多い。この時期に最も名を上げたのがアストルピアソラであり、彼は70から80年代に入っても人気が衰えなかった一方で、ハンピアソラ派の攻撃の対象にもなっていた。単語アルバムのパーソナリティ岡田博史によると、日本ではほとんどがハンピアソラ派で、 ほとんどの指揮者が固まっていたにもかかわらず、現地の人間は、これからはもう、アストルピアソラだよ、平然と答えていたことに衝撃を受けたらしい。SP 時代の単語を LP に復刻して良い音で、聞きたいという願望が強まったのも、この時期で、ファンダリエンソ学団は新録に加えて、給力を売れるほど需要があった。この時期は、 フランシスコ・カナロのただ一度だけの来日公演が、知られているほか、オスワルド・プグリエーセ楽団も初来日を果たしている。LP 時代のアニバル・トロイロは、SP 時代のトロイロとは、打って変わって、歌手やピアノに名人芸を施すようになり、録音技術の精度の高さと共に過度期単語の折衷的な特徴を見事に表している。かつては人気のあった、 アルフレド・デ・アンジェリス楽団はこの時代の変化について、いけず、録音点数が激減している。オラシオ・サルマンのピアノ・バイオリン・コントラバス・バンドネオ、エレキギターの50層に改装した、近帝トレアルの日本公演や、それに伴う、スタジオ録音は、過度期単語ではあるが、前衛的な視点を失わなかった、ケウな例として知られる。メンバー間の音の混濁を嫌った。 サルァンならではの生存策であった。この時期の最後に近代化性トリズムの探求を極限まで突き詰めた前衛単語のオスエトアルド・ロビーラが55歳で亡くなった。ヨーロッパ単語ではなくアルゼンチン単語の世界へ他国から転身してまで単語を求める人種が北米やロシア、ヨーロッパにまで及ぶようになり、そのうち北米に至ってはアメリカン単語、フィンランドに至っては フィニッシュ単語と呼んで、差し支えのない編成が、次々と出現した。これらはアルゼンチンになかったトロンボーンを入れた編成、古典的なピアノトリオ、など、アルゼンチン人のパレットになかった編成で、アルゼンチン単語の本質に迫る試みを打ち出しており、近年注目されている。1992年に、ピアソラが没するとどこの CD ショップでもピアソラがかかり、 ギドン・クレーメルのアルバムが世界的な大ヒットになるなど、一時的にはピアソラブームを生み出した。また、イバミカショフは世界の作曲家へ単語を移植するプロジェクトを実現。単語復興がアルゼンチン人の目論みとは秒後日の方向で実現する陳像が見られた。アルゼンチンも単語の電子化には逆らえず、現場で演奏される単語も何らかの形で、 電子機器を使っていることはもう珍しくなくなった。日本も単語音楽家の二世が出現するようになるなど、音楽家の質の向上には問題がないものの、日本単語アカデミーなど、アルゼンチン単語を取り囲む環境は、少子高齢化による音源や資料とアーカイブの散逸が危惧されるようになった。また、SP 版の著作権問題も深刻になっており、当の発売会社が、 半剣に無頓着な理由で海賊版が出回る事態は改善されていない。単語はなくなった音楽家、創生してしまった人物も多く、最も海賊版問題が解決していないジャンルの一つである。これはクラシックや現代音楽の世界が常にメジャーレーベルが監視している境と比べ対照的である。その代わり、熱心なファンやコレクターの手でディスコグラフィーや 音盤リストが整備されるなど、熱狂的な信者が耐えることがないという点において、即廃盤になった後誰も復刻できない現代、音楽の世界とは逆の状況である。1990年代は、小松良太やロベルト杉浦などの高レベルの日本人、演奏家の時代が再び帰ってきたことも含めて、ヨーロッパ単語ではなく、アルゼンチン単語に、ようやく風がまた吹き出した像があったものの、 J-POP の反乱には勝てず在京 FM のオンエアには厳しい時代であった。この逆境は2000年代に入るとコミュニティ FM へのスポンサーの支援で若干の好転が見られる。2016年にルイス・スタソ、マリアーノ・モーレス、フアン・カルロス・カビエージョとオラシオ・サルガンが亡くなり単語黄金記を引いた人物はすべてこの世を去った。にもかかわらず、 商業的に成功するのかしないのかといった問題を除けば、単語は決して衰えてはおらず、黎明期にまで転居を求めた楽団までが数百もひしめいており、その混迷は特にヨーロッパで顕著である。日本では、ダリエンソスタイル、プグリエーセスタイルなど、かつて昭和の時代に来日を果たしたスタイルの後継者が好まれるようだが、世界的にはそうとは言えない。2010年代は、 国際的にファンの交流が進んでいるなど、横のネットワークの整備も進んでいる。クラブ単語アーヘンティーの LA、アソスヤソンで LM ジカポーテニア、ディスコラティナなどによる有志の善意による復刻で、多くのアルゼンチン単語の CD が販売されたのが、この2000年代である。すでに、アルゼンチン単語をヨーヨとで復刻する作業は1980年代から、あったが、 CD1 枚の値段が暴落したゼロ年代に入って、その復刻作業はペースを上げた。現在は、ゴビ、プグディエーセ、トロイロ、ラウレンス他の全集が、ブウェイニス・アイリーズ単語クラブから通販で入手可能である他、アマゾンミュージックやスポティファイでも、かなりの CD が収録されている。2010年代に墓藩の小町単語やブエノス・ディアス、単語で、おはよう。 レコードエイジの贈り物 SP アワーなどの単語専門、紹介番組がたとえコミュニティ FM という狭い枠であってもインターネット通信によって改めて注目されているほか、ラジオ関西のオールディーズセレクションにもアルゼンチン単語がピックアップされた。また、昭和30年代から聞き込んだ聴取者の根強い指示による 各種ウェブサイト、西村秀人による NHK 公開講座他が話題となっている。LA、アソスヤソンで LMG カポーテニアの設立人はすでに亡くなっており、クラブ単語アーヘンティーノの設立人も病気療養のためリスク政策は中断されている。2010年代の日本第三次、単語ブームを提唱する者も,も増えており、それを裏付けるように2011年5月3日には、 NHKFM で、今日は1日単語残媒。2017年11月17日には、ラジオ深夜便で、ロマンチックコンサートポピュラー名曲アルバム、単語名曲集が放送された。ジャック・パウエル式アルフレッド・ハウゼによる、ミリタリータンの演奏で開始される、キューピーメロディーホリデーの中でもブルー単語が、選曲、また闇と帽子と本の旅人、シムーン、さえない、 彼女の育て方の BGM においても単語帳の楽曲が要されるなど、かつてのオールドファンの思惑通りではないにせよ、需要が静かに広がっている。背筋をピン。歳方か競技ダンス部へようこその連載期間が、第3次日本単語ブームの流星、及び DJ バラスのダンサブルタンゴス・オブ・ザ・イヤーと一致するのは象徴的な出来事であった。 日本では自作の単語を披露する伝統も細々と生き残っており、稀に CD 収録がなされる場合もある。華やかなオルケスタティピカを結成できる、金銭的余裕はなくなってしまったが、単語はコントラバスピアのバンドネオンの3人が揃えば、古典曲は演奏できるため、この種の小編成も確実に根付いてきている。アルゼンチン単語専門ラジオ番組。 単語アルバムが2017年10月29日に終了し、a m 局の単語専門番組は日本では全て終了した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。